ないからって舐めないで。将来性はものすごいんだから。怪我をされた方はいらっしゃいますか？私がすぐに駆けつけますよ。試練が怖いとき、苦難に負けそうなとき、私が一緒に立ち向かってあげましょう。怪我をされた方はいらっしゃいま、ミレニアム学園、別に協力するつもりはない。浦和花子です。今から何をすればいい？教えて先生。怒ってないから誤解しないでね先生。顔が怖いってよく言われるんだ。説明や解説が必要なら私に任せてください。本の中の物語のように私たちの物語が始まります。ミレニアム学園、音瀬小玉。先生の声が聞こえたのでここに来ました。ご主人様と一緒に、先生、年越しそばは食べましたか？今年はお互い、穏やかな一年を過ごす。説明や解説が必要なら、私に任せてください。
ゲヘナ学園給食部のジュリと言います。お腹が空いたらいつでも私に言ってくださいね。いつもありがとうございます、先生。いただいてもよいのでしょうか。学校の頃を思い出すわね。楽しいから大丈夫。
でも出番か。起動を開始します。
それをこうして、先生は
するための補給品です。Thank you.
ちは、先生。新年のお願いは決まりましたか？私も隣でお祈りしますね。売り子さんをするの初めてなんです。お正月からお会いできるとは嬉しい限りですわ。私はいつでも準備できておりますよ。先生もおみくじを引きに。こちらですわ。そんなに焦らなくても大丈夫ですよ。こんにちは、先生。新年のお願いは決まりましたか？私も隣でお祈りしますね。
今すぐ行く？とりあえず試してみよう。ダッシュしてね。照準合わせます。とりあえず撃ちます。
食事でもいい。Thank you.
っぱ私がいないとダメなんだ。これくらい楽勝なんだからね。覚悟してんの。先生、お帰りなさいませ。あら、お正月もお仕事ですか。時には休憩も大切ですよ。さあ、一緒にお茶をいたしましょう。
先生、見ててね。行ってきます。ダッグってんの。ダッグ、どんどん行ってみよう。隠れるわね。ダッグの知らさー。私には何がありますか。ダッグですね。ウェルダンでお願いします。寒くありませんか？温かい食事でもいかがでしょう。
We'll be right back.
これくらい楽勝なんだから。覚悟してね。真心いっぱいですよ。どんどん行ってみよう。持ち上げるからね。もう知らないわよ。
やっほー先生。なんだか騒がしいね。見に行ってみる？これくらい楽勝なんだから。
先生、お帰りなさいませ。あら、
Thank you.
これくらい楽勝なんだから、どんどん行ってみよう。さてと、おかわり。
にちは、先生。新年のお願いは決まりましたか？私も隣でお祈りしますね。